こんにちは、アギバジンです。今僕ですね、鴻巣にやってきました。鴻巣にですね、皮の太さをイメージして作ったうどん、皮バターうどんっていうのがあるっていうので、ここに来たんですけど、こちらのですね、お店でこれからいただいてみたいと思います。はい、こちらが、皮バターうどんです。お店の方に入ったら、一番の冷麺タイプ、それから皮幅2537メートルにちなんだうどん、中は肉、卵、水菜、茄子と入ってるみたいです。そして一番下に川端味噌煮込みうどんということで、これがあったかいものですね。僕はこっちの、冷たい方、そして宗さんはこっちの温かい方をチョイスいたしました。これから食べてみたいと思います。さあ、やってまいりました。これが冷製の方の皮バターうどん、そして宗さんが味噌煮込みなんですけど、今日温度33度ありましたけど。ありますね。大丈夫ですか？これは洗濯ミスですね。洗濯ミスですか？ミスですね。熱そう、はい、鍋熱そうだもんなではいただいてみたいと思います。はい、それではいただいてみたいと思います。こっちはね、冷たい方なのであっさりといただけるんじゃないかなと思うんですけど、これですよね、うん、あ、これ2種類入ってるよ。こっちのほら、普通のうどんと、あれ？それからこっちの太っぽい、太っこい、ほら、こんなだよ、だこんな太いうどんが入っております。で、これにレモンを少し絞ると美味しいって書いてあった。こうレモンをこうプチューっと、あっさりと夏らしい感じですね。あれ、皆さんの方にはうどん入ってないの？入ってないの？熱い。あら、これ熱いの行っていただきましょう。いただきます。うわー、うまそう。いかがですか？もちもち。もちもち。うん。うまいけど熱いけどうまい。うまいけど熱いけど。あ、これ腹いっぱいになりそうだ。こういうの北海道にないでしょ？ないです、ないです。はい、皆さんが今こちらの、マリさん、行っちゃってください。ベロリンチョ。いただきます。いただきます。うん。すごい。うん。あっさりしてるでしょ。答えてよ。うん。うん。どうですか。うん。うまい。これ。うまい。美味しいでしょ。うん、やっぱり夏らしいですね。冷たい方が気持ち感が。うん。これうまいっす、うまいっす。じゃあちょっと味噌味の方も、ちょっといただいたので、これからちょっといただいてみます。いや、これはね、うまそうだわ。こっちはさっぱりですごいもちもちしてるんですけど、こっちは味が染み込んでるから、うまいっす、味噌の味が。熱いけどすごいうまいっす。うまい、すごい。箸じゃ食べづらいでしょ。一本がこれで、これ。すげえ。すごいコシがあるから、うまい。ということで、ね、ごちそうさまでした。めちゃめちゃあの優しい味、夏にぴったりなので。いや、これはうまかった。全部飲んじゃった。いや、ごちそうさまでした。はい、ということで、ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃね、夏にぴったりでしたね。冷たい方だけど、こう宗さんが食べたあったかい方も、こう夏ね、暑い時に暑いものを食べるとパワー湧いてきますんで、どちらもね、こう食べ応えがあってすごく美味しいと思います。いや、倉市さん、なかなかいいお店でした。ぜひこちら、鴻巣来た時には寄ってみてください。ダメ、おへそ出てるよ、おへそ。バイバイ。バイバイ。